おはようございます。4月1日、新しい年度ですけれど、安息日学校を始めます。それでは、テーマソングをご一緒に歌いましょう。お聴きください。愛する神様、安息日をありがとうございます。こうして私たちを会堂に集めてくださいましたことをありがとうございます。そしておいでになることができない方々も放送を通してご一緒に安息日学校に参加していただけることもありがとうございます。神様、この日の光を感謝いたします。少しずつ寒さが緩んできています。季節が移っていき、また私たちも同じように成長できますように、あなたが導いてくださっていることを感謝いたします。今日も安息日学校、あなたのことをまた学ぶひとときを豊かに祝福してください。そして私たちの心を礼拝するものへと変えてくださいますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今日は、ピアニスト湯川晴美姉妹のご奉仕です。私は司会の永田秀子です。まず、最初に、特別賛美歌をお願いします。湯川晴美姉妹によって捧げられます。お願いいたします。
ありがとうございました。安息日学校からお知らせです。今期の第2期のガイドを、安息日学校の受付でお渡ししております。ガイドは770円で、副読本が1100円ですけれど、お釣りのご用意がないので、そのままその金額の通りお持ちください。今期はとても早くこのガイドが皆様の手に渡っているようですので、残り少なくなっておりますので、ご必要な方は早めにお申し出ください。また放送をご覧の方でまだお手にない方は、そのように教会の方にご連絡くださいますか、あとは ABC の方でも取り扱っておりますので、お申し込みください。安息日学校の献金は礼拝献金とご一緒にお納めくださいますようにお願いします。また安息日学校の役員の皆様、今日は礼拝の来週ですね、礼拝直後に拡大役員会を行いますので、2階ホールの病院側に来週の礼拝後お集まりください。今期もですね、暗唱聖句、また、聖書通読にチャレンジしてみましょう。本当に教会の人数制限も解かれましたので、皆さんぜひ放送をご覧になっていらっしゃる方々も、ぜひ教会に足をお運びください。お待ちしております。それでは、今日は、近藤貢献牧師によって今期の聖書ガイドの概論がお願いいたします。皆様おはようございます。今期のですね、2期ですね、2期の聖書ガイドの概論をお話したいと思いますけれども、3つの宇宙的メッセージというのがタイトルになっています。いかに私たちがよく三天使のメッセージ、あるいは三天使の使命というふうにですね、呼ばれているところです。どこにそれが書かれているかといいますと、黙示録の14章の6節から特に12節のこの間ですね。それでまずですね、現代なんですけれども、今のこの世界の情勢、日本の情勢を鑑みるとですね、この今期の聖書のガイドのテーマは本当にタイムリーかなというふうにも感じています。私は今ですね、歴史の本当に岐路に立っているのではないかなという思いがいたします。マクタイによる福音書の24章にある終末の前兆をですね、それはまた終末時代におけるさまざまなこの世界の混乱といったことが描かれているんですが、そこには戦争やですね、また自然災害や疫病や宗教の問題、また道徳の低下やですね、迫害、イエス様は意味軸も人々の愛が冷えていく時代というようなこともおっしゃいましたけれども、今本当にそういう意味では緊張が高まっている時代です。ニュースでご覧になってお分かりになってらっしゃる方もおられるかと思いますけれども、核戦争が近づいているんじゃないかという非常に物騒なことまでですね、評論される方もいらっしゃいます。また環境の問題といったこともですね、随分取り沙汰されていますよね。そういう本当に歴史の岐路に立っている時代の中で、聖書はですね、その私の目に見える問題の背後にある戦いを紹介します。それは神とサタンとの大争闘とよく表現される戦いです。あるいは善と悪と言ってもいいと思いますけれども、それがですね、この三天使のメッセージの14章の前の12章の中にずっとこうざっとですけれども、歴史をたどるような形でですね、説明されています。そして黙示録の13章では、こ
この地上においてサタンの側で働く獣と象徴的に表されているものの活動が紹介されていて、14章はですね、どこまでも子羊であるイエス・キリストについていく者たちの姿が描かれています。このどちらかに属するのかと、どちらに属するのかということが、この問われていると言ってもいいんだろうと思うんですね。しかしですね、この2つの背後にある戦い、霊的な戦いと表現してもいいと思うんですけれども、それはどっちが勝つかわからないようなですね、戦いではないというんです。次のスライドお願いします。聖書が語る歴史の終着点ですね。この世界の罪の問題を神様が必ず裁かれるという、解決の時があるということを語ります。黙示録もそのようになっています。そしてキリストがすでに勝利されて、最終的にはこの世界を回復されるという希望のメッセージです。なぜそれができるかというと、この世界をお作りになられた方だからこそ、この世界の問題も最終的に解決し回復することがおできになるということなんですね。ですので、これから皆様学ばれる三天使のメッセージですね、この三つの宇宙的メッセージの中に、この創造主を礼拝しなさいというようなメッセージが語られると思います。また裁きのメッセージもそうだと思うんですけれども、だからこそと言ったらいいでしょうか。私はこの世界を作り、この世界の歴史を導き、最終的に罪の問題を解決し回復してくださるこの方を礼拝し、この方と共に生きようというのが、この黙示録、そしてまたこの3つの宇宙的メッセージの大きな中心テーマになります。その勝利の根拠はどこにあるのかというとですね、キリストの十字架の死と復活です。この方がですね、今も生きて復活し、天において救いのために聖女で働いておられるということですね。ここに根拠があります。根拠はおそらくそのキリスト の働き、またそれを受ける私たちがどう生きたらよいのかということがですね、ことを学べると思います。この希望に向かう、しかし困難な時代においてですね、私たちがどう生きたらいいかという、それがですね、三天使のメッセージです。まず真っ先に来るのは永遠の福音という言葉が来ます。しかもこれが全世界に伝えられるべき大切なメッセージだと言います。今期ぜひですね、福音って何かということを学んでいただけたらなと思います。福音、良き知らせ、英語ではグッドニュースというふうによく訳されます。もともとの言葉はですね、エヴァンゲリオンという言葉なんですね。アニメ好きな若い方々はピンとくると思います。エヴァンゲリオンというアニメはですね、このエヴァンゲリオンというギリシャ語の英語読みなんですね。この言葉にはですね、グッドニュース、良い知らせという意味があるんですけれども、その背景にはですね、戦いの勝利の知らせという意味があるんです。この世界に戦いがある、しかし戦いがどこに行くのかわからないんじゃなくて、戦いが勝利に終わり、その勝利のメッセージが伝えられる喜びの知らせがですね、この福音という言葉なんですね。エヴァンゲリオンという、野球好きな方、WBC の日本が優勝した時の歓喜といいますかね、そのイメージがこの福音っていう言葉が持っているニュアンスといいますか、雰囲気なんです。この世界に戦いがある、これ最初に私お話ししました、背後にあるですね、神とサタンとの大争闘、しかしそれはどこにどうなるかわからない戦いではなくて、勝利に終わるという喜びの知らせなんですね。その神様の勝利の中に私たちは生きるということなんですね。ですので、終わりの時代にその勝利の知らせを伝えていく、良い知らせを伝える使命が私たちの使命です。使命を託された、特にですね、黙示録の12章の17節、今週の聖書ガイドのですね、暗証聖句になってたと思いますけれども、そこに女の残りの子らという言葉が出てきます。その残りの子らが語るべきメッセージが永遠の福音であり、またその後に語られる3つの天使の知らせ、メッセージです。
そしてまたこの希望に向かう時なんですが、しかし同時にまだ困難な時代に中に私は生きているわけなんですけれども、その中に生きる私たちがどう生きるべきかっていうことが描かれているメッセージでもあります。ですのでぜひですね、皆様これをお学びになりながら希望を受け取っていただけたらなと思うんです。そしてそれを希望を胸に今日どう生きるかっていうことですね、この3つの宇宙的メッセージを学びながら考えていただいて、そして今日の私の生活に反映してさせていただけたらなと思います。そのことを通してですね、また私はこの使命を託された女に残りの子らとして、アドベンチストはここに私のアイデンティティを置きました。私たちとこの黙示録の12章の17節に書かれている女の残りの子らというをですね、重ね合わせたんですね。この託されている使命を生きることができるのではないかなと思います。ちなみにこの黙示録を受け取ったクリスチャンの時代というのは激しい迫害を受けてた時代です。ローマ帝国からですね、その中において同じく迫害によってパトモス島に流されたヨハネがですね、メッセージを受け取って書いたのがこの黙示録です。今困難な時代に対するメッセージでもあると思います。ぜひ今期ですね、学びになって希望を受け取っていただけたらな、そして希望に生きていただけたらと思います。ありがとうございました。それでは今お話になりました暗唱聖句のところですけれど、今週準備なさってこられた方、どうぞご起立ください。3、はい。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守りイエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。黙示録 12-7。 はい、それでは皆様どうぞご起立ください。3、はい。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守りイエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。黙示録 12-17。 はい、ありがとうございました。今日は、牧師部によりますパネルディスカッションです。それではですね、この教科研究の時間をですね、始めたいと思います。改めてですね、一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、これから御言葉の学びの時間に移ります。
どうぞ私たち一人一人の心を清めてください。そして聖霊の神様を通して私たちがあなたの御心御旨を正しく理解することができますようお願いいたします。特に今日は牧師部によるパネルディスカッションです。語らせていただく、また話し合わせていただく私たちがあなたによって唇が守られ、語るべきこと語るべきでないことを正しく判断するための必要な知恵を増し加えてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それではよろしくお願いいたします。最初にですね、今日4月1日からこの天沼教会の副牧師としてですね赴任してこられました高橋由紀先生のことをですね紹介させていただきます。亀の小山教会でですね昨年度お働きをなさり、この4月から天沼教会にですね赴任なさりました。高橋先生からそうですね、一言自己紹介短くお願いしてもよろしいでしょうか。皆様おはようございます。4月からこちら天沼教会の副牧師として参りました高橋祐希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたけれども、昨年度までは亀の小山教会を中心に、インターン1年目の働きをさせていただきました。そこでの経験もまた生かしながら皆様と共に、この天沼教会でご奉仕させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。つい先日引っ越しを済ませられたということでですね、荷物はだいぶ片付きましたか。そうですね、ある程度は片付きました。はい、ありがとうございます。お疲れのところだと思うんですけれども、早速ですねこうしてこの教科のですねパネルディスカッションになっていただけることを感謝いたします。それではですね早速入っていきたいと思いますけれども、今日のこのディスカッションの中では、これまではですね第1課の学びをディスカッションすることが多かったんですけれども、今回は三天使のメッセージですね、3つの宇宙的メッセージという、私たちの教会が神様から特別に示されているコアなメッセージで、革新的なメッセージでもありますので、最初の3分の1ぐらいはですね今週の学びについて、そして後半の方はこの三天使のメッセージがどういうものなのかということをですねご一緒に語り合いながらですね確認をしていくということを時間を持っていきたいなというふうに思っています。それではですね早速なんですけれども、今週の第1課ですね、第1課のテーマはイエスは勝利しサタンは敗北するというテーマでですね、私たちは今週学んでまいりました。そこでもしもですね今週失礼いたしました、今週の学びの中で特にこの部分はご自身の心に残ったなとかですね、あるいはこの部分はすごい大事な皆さんと共有したいところだなというふうに思われたところは、今週の学びの中でどんなところがあったでしょうか。今週のテーマについてでもよろしいと思いますし、このフレーズはすごい大事だなというふうに思ったところとかですねあると思いますので、ご紹介いただきたいなと思います。では近藤先生からよろしいでしょうか。お願いいたします。いっぱいあるんですけども、一つはですね、私この荒れ野で この逃れの場があるっていうところですね。困難な状況の中にあって、歴史の中でもクリスチャンたちですね、先ほど話したように黙示録が書かれた時代もそうだったんですけれども、困難な時代の中でいつもですね逃れの場が与えられているということなんですね。しかもただ逃れの場でじっと我慢してそこで隠れているっていうだけではなくてですね、そこで養われることになっていたというふうに入って、その機会、困難な機会がですね、そして逃れの場がまた養われ成長するこの場にもなっていたということなんですね。それを考えるとですね、聖書の人物たちって結構逃れの場で成長したりしてるんですよね。困難の中にありながらですね、あるいは神の民もそういう経験をしているんですよね。例えばエジプトに逃れたイスラエル、ヤコブの一族はエジプトで大きくなるんですね。で、困難な経験をしながらもそこで広がってエジプトから出てくるという経験をいたします。そういう意味で私たちの歩みの中でも、困難の中で神様が
逃れの場を用意してくださって、そこでもまた養われて、その機会が成長するのかなというふうなことで、ちょっと今日は今週の学びの中でいろいろ考えながらですね、慰めや励ましをいただきました。ありがとうございます。逃れの場が用意されているということの幸いですね。ありがとうございます。では高橋先生はいかがですか。はい。そうですね。私は、木曜日のところのちょうど真ん中あたり下のところでしょうか。この最後の戦いの中心となる争点は私たちの忠誠を誰に向けるかですというところが印象に残りました。誰に忠誠を向けるか、誰を礼拝するかというふうにも言われているところだと思いますけれども、この後にあるところ、天はキリストの愛に引き寄せられ、キリストの恵みによってあがなわれ、キリストの目的のために献身し、キリストの霊によって近づけられ、キリストのためなら死を惜しまないほどキリストの命令に従順な信者を求めていますというふうにありますけれども、この誰に忠誠を向けるかということにおいても、ただ神様の愛によって、神様の恵みに引き寄せられて、向けることができるということ、またそのことを感謝したいというふうにも思いました。永田先生はいかがでしょうか。私はいつも金曜日の夜に姉夫婦とこの聖書研究をするんですけど、この今日ガイドですね、その時に私の義理の兄が投げ落とされたという言葉に非常にこう今週は印象を受けたと言ったんですけど、そうよねと思ったんですけど、もう一度考えてみたら投げ落とされたっていうか、そこで投げ落とされてサタンは天に帰れなくなっているんですよね。もう負けてしまっているんです。でサタンが何を戦っているかというと、少しでも多く神の民を奪うことであって、そうすることによって神が痛むことを計画しているわけですよね。だからなんかこう戦いって、サタンが勝つかどうかではサタンは負けているんですけど、なんかそのことを投げ落とされたって、12節に投げ落とされたことを知ると言って、投げ落とされたことを知ったサタンが非常な剣幕を持って神を痛みつけようとして、神を苦しめるために人々を滅びに連れて行こうとする、そういう戦いであって、勝つか負けるかというよりも、もう負けた者が負けた側にたくさんつけようとしているということを改めてまた考えて、投げ落とされたってすごいことだなとまた改めて思いました。この、私たちですね、神とサタンとの戦いにあってですね、そういう何を礼拝するのか、そして逃れの場がある、そしてサタンはすでに投げ落とされているっていうですね、先生方がお話しくださいましたけれども、一体どのようなですね状況の戦いの中にいるのかっていうことを冷静に分析した上でどうあるべきかっていうことをですね、振り返っていくってすごい大事だと思うんですね。そして特に今永田先生がお話しくださったことの中にですね、キリストが勝利者である、そしてサタンはすでに敗北者であるということが聖書の中で繰り返しですね、強調されているように思うんですけれども、私たちがこの戦いの最中にあってですね、聖書を通してキリストが勝利者である、そしてサタンは敗北者であるということをすでに今知らされているということは、私たちのですね人生に一体どういう影響があるのか、一体どういう励ましがあるのかということをですね、先生方どのように実感していらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。では永田先生の方からよろしいでしょうか。先ほど言いましたように、こう改めて気づいたっていうことを話したぐらい、すごくこうぼんやりしている時があるんだなと思いました。なんかこう戦いに、なんていうのかな、何かかかってるような、でももう勝利なさった方にもう私たちつくしかないっていうか、そこでサタンの目的は神を苦しめることであって、私たちを
とてもいい顔をして私たちに近寄ってくるはずですので、それを思うとですね、また、うまく表現できないんですけど、改めて私もとってもこう安心したんですね。はっきりしてるっていうか、とてもはっきりしてることということを安心しました。はい、私たちは未来がわからないと不安を抱くのかなっていうことを一つ思いました。少し余談になってしまうかもしれませんが、1週間後の天気予報が当たる確率というものが出ているそうなんですが、それは 67% なんだそうです。その1週間後の天気、晴れるか雨が降るのか、それが分からない、私たちの人類の持っている最大限の技術をもってしても分からないっていう、そういったことがここからも分かるのかなっていうふうに思ったりもしましたが、明日雨が降るのか降らないのか、そのことでもちょっと不安を抱いてしまうような私たちですが、この人生の最後、この世界の最後、ゴールがもし見えていなかったら本当に不安だろうなということを思うわけです。しかしこのイエス様が勝利されるっていう、その確かな未来がある、確かな希望があるということを、それを知っているだけで私たちは心に安心を持って歩むことができると思いますし、そのゴールがあるということ、それがこの日々の歩みの中でどのような困難があっても必ずたどり着く先があるということ、それが日々の歩みの希望にもなるかなということを思います。はい、お二方もおっしゃってたように、一つはやっぱり平安と言いますかね、この再臨のことなどですね、聖書研究をしていたあるご婦人の方が安堵感っておっしゃったことがあるんですね。いろんなこと私の生活の中であるんですけれども、しかしイエス様がこんなふうに世界を最終的には作り変えてくださるんですよね、そこに向かって私を導いてくださるんですよねと、それは安堵ですねというようなことをおっしゃっておられたのがすごく印象的だったんですね。その未来予想図といったらあれなんですけども、そこから今日を生きるっていうことなのかな、先にその将来がどうなるかっていうのを知った上で、そこに向かって今日を生きるっていう、そういう意味では平安と同時に今日どう生きるかっていうことの指針といいますかね、方向づけみたいなものが与えられるのかなっていうような気がいたします。ありがとうございます。先生方おっしゃる通り、やっぱり私たちですね、未来が見えにくかったりするときにものすごく不安とかですね、葛藤を覚えることがしばしばありますけれども、こうして私たちのこの生涯あるいはこの地上での最後に何が起きるのかということをですね、ということが明確に知らされているというのは、私たちに対する大きな希望であり、また平安の源でありますね。ありがとうございます。ではですね、今週の木曜日のですね、に書かれていたことから少し振り返りたいと思うんですけれども、先ほど高橋先生がここが特に大事だと思ったというふうにですね、共有してくださった木曜日の下から2つ目のですね、下から2つ目の段落にはですね、こういう言葉があります。この最後の戦いの中心となる争点は私たちの忠誠を誰に向けるかですっていうですね、これ本当に大事なテーマであると思うんですね。そしてこれは黙示録全体、また聖書全体のテーマであると思うんです。あなたは誰に忠誠を誓いますか、あなたは誰を礼拝しますか、その方をどのように礼拝しますかということは、黙示録またこの三天使の使命の中でも私たちに対して神様ははっきりと問いかけていることであると思います。そこでですね、私たちが日々
別のものではなくて真の神様、この唯一の神様を正しく礼拝するために、私たちは今日ですね、日々の生活どのように心がけるべきことがあるとお考えになるでしょうか。あるいは逆にどのようなことに警戒するべきだなというふうにお考えになるでしょうか。もしも経験なども含めてですね、こういう、お考えなどがありましたら、ぜひ共有していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。では近藤先生からお願いいたします。そうですね、今日のここにもキリストの愛に引き寄せられと書いてありますので、本当にこの世界を作りになられ、そしてまた私の罪の救いのために命を懸けてくださったお方にの愛を心に留めるっていうことですね、それ日々大事なのかなというふうに思います。それはいろんなところで発見できるのかなと思うんですね。例えばこの世界を作られた神様のその作品である自然界もそうだと思います。今もまだ桜が咲いておりますけれども、この春の恵みも一つそうですし、そしてまた私の日々の生活の中で経験する中にも神様の何て言いますかね、素敵な配慮といいますか、そういうこともあるでしょうし、何よりもこのイエス様の十字架を思い起こすということですね、私たちにとって大事なことなのかなというふうに思いますね。それがまた防波堤になるのかなと思うんですね。十字架を忘れていくとだんだん、十字架はですね、神様の愛を教えてくれると同時に、私それをイエス様を十字架につけた私の罪深さも知らせてくれることであるのでですね、これを忘れていくとだんだん傲慢になるんですよね。自分はなんか上であるかのように、そして他の人のあらばっかりが見えてきてですね、批判をしていったりとかですね、気がつくと自分が中心になっているというようなことがあってですね、それがまたイエス様を見上げるということが私にとっては防波堤なのかな、そしてまた希望の根拠なのかなというふうに思っています。私たちの忠誠を誰に向けるかというところ、言い換えるならば、誰を礼拝するかということでも考えられると思いますけれども、このちょっと記憶が少し曖昧ですが、礼拝っていう言葉は価値を意味する言葉っていうことを聞いたことがありますけれども、その私たちは一体何に価値を置いているのか、誰に価値を置いているのかっていうこと、それがまた問われているのかなっていうことも思いました。その私たちは大切なものであればあるほど、そこにまた多くの時間を割くのかなっていうことも思うわけなんですが、その、いい例えが思い浮かびませんが、若い人ですと、とてもゲームが好きな人がいたとしたら、そのゲームに多くの時間を割いてしまうと思いますし、またあるいは何でしょうかね、それぞれ、好きなことに対して、好きなものに対して多くの時間を割くと思うわけなんですが、もし私たちが神様に価値を置くといいますか、神様を大切にしたいと思うのであれば、それだけ神様との時間を大切にしていくというふうに思うんですけれども、この、誰を礼拝するか、誰に価値を置いていくか、誰と時間をもっとたくさん過ごしていくか、そのことを考えるときに、やはり神様との時間、祈る時間、御言葉を読む時間、それを大切にしていきたいというふうにも思います。言い尽くされたような気がするんですけど、自分を知るというか、自分の低さを、貧しさを知ったら、頼るしかないので、正しい方に頼るしかないというところで、すいません、何でしょうね、
この方を知っていくっていうか、全然私はやっぱりこう本当によく分からない、本当になぜですかっていうことがたくさん聖書の中にありますし、この方を知っていくということをですね、ためには御言葉に触れるわけで、本当にここにしか書いてないのね、こうかなあかなじゃなくて、ここに書いてあることで御言葉に触れると本当に日々全く新しいことを神様語ってくださるので、聖書が私に語ることっていうのを本当に自分の低さを覚えながらこう受け取っていかなければいけないなと思いました。今度のガイドの火曜日のところでしたかしら、知ってることと受け入れることは違うと書いて、本当にこれがとても大切なことで、なんか頭で知っていることでなくて、神がイエスが勝利したことを知っていることと、それを自分で受け入れることは全く違うことだと書いていましたから、本当にそれを私のものと受け取っていくっていうことをですね、御言葉を学びながらできたらいいなと思っています。ありがとうございます。本当に私たちがですね、このイエス様を見上げていくということですね、そしてこの神様にですね、私に力があるのは神様の側に力、また知恵の源があるということを信頼していくということが大切だということですね、先生方お話ししてくださいました。今期の第1課と第2課はですね、特に私たちの選択に関することの大切さをですね教えています。そしてそれはもちろんイエス様を選ぶというですね、究極の選択についてなんだと思うんですけれども、先生方がおっしゃった通り、この究極の選択を私たちが正しくするためには、日々キリストを選ぶというですね、日頃からの選択が必要であるということをですねおっしゃってくださったように思います。ありがとうございます。ではですね、今週の学びを少し超えて、この三天使のメッセージ、三天使の使命全般にわたったことをですねちょっと伺いたいと思うんですけれども、黙示録の14章の中にはですね、三天使の使命の冒頭に永遠の福音という言葉が出てきます。ちょっとそこを読みたいと思います。ヨハネの黙示録の14章6節の御言葉です。ヨハネの黙示録14章6節、続けて7節も読みたいと思います。黙示録14章6節7節です。では読ませていただきます。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。この福音、永遠の福音ですね、ただの福音ではなく永遠の福音という表現がこの中でなされているんですけれども、この三天使の使命メッセージの中には、例えばですね、裁きであったり、あるいは神の民の忍耐が必要であるっていうですね、一般的にはそれって本当に福音と呼んでふさわしいのだろうかっていうふうにですね、なかなかイメージしにくいところも含まれているかもしれません。先ほどの概論の中でも近藤先生がこの福音という言葉の意味についてですね、解説してくださいましたけれども、改めてこの3つの特別なメッセージがどのように福音であるのかということをですね、ご紹介、またお話をですねしていただけたらと思います。では永田先生からお願いしてもよろしいでしょうか。福音はグッドニュースですので、時々患者さんとお話しして、全く聖書の知識のこれまで触れたことのない方に、ある話の中で、キリストの贖いの部分ですよね、この罪に対してキリストが背負ってくださるということを
に触れた時に、私も大丈夫なんですか、私でもいいんですかということをこう驚いておっしゃるんですけど、この全ての人を救うために神様が計画してくださって、全ての人のためにイエス様は命を出してくださった。この全てっていうのは私たちがなかなか理解できないところなんですけど、私でもと驚くところであって、これが本当にこの限られた限界の中に生きている私たちにいまいちまだ理解していない部分だと思うんですけど、全ての人にこう適用される福音であって、グッドニュースであるということ、これがこの方が勝利してるっていうね、このバビロンは倒れたというこの勝利と、そしてその中にもちろん大変なことがいっぱいある、もちろんバラ色ではないけど、でも聖書の中にはしかしっていう言葉がたくさん出てきて、しかし神は勝利したんだっていう、これはもう何をしたからとか、どんないい人生を送ったからとか、人のために生きたとか、そうじゃなくって、キリストが代わりにこのサタンが連れて行こうとする、もうこのままだったら、要するに落とされた、地に落とされたサタンはみんなを連れて行くことができるんですよ、罪を起こしたら私たちは。だけどその私たちを持っていかれないためにイエス様が亡くなってくださったということ、本当にこれは本当にグッドニュースなので、持っていかれなくて済むっていうですね、行かないようにするとかじゃなくて、行かないでもいいっていうところが本当に福音、グッドニュースなんだと思うし、私でもという、私でもですし、その方の私でもっていうのも全て含まれているということが福音かなと思いました。そうですね、この、裁きっていう言葉がやはりその福音と感じにくい言葉になってしまっているのかなっていうふうに思うんですけれども、裁きと聞くとやはりそのあなたはなんか有罪ですっていうふうに言われるよう なんかそのようなイメージがある言葉なのかなっていうふうにも思うわけなんですが、ただこの裁きというのがその無実であることを言い渡される、それが確実である裁きであるとしたら、それは決して、悪いものではないというか、むしろありがたいものというふうにも思います。何か悪いことをしたのかしていないのか、そういった疑いの目でずっと見られているのではなくて、あなたは無罪ですというふうに言い渡される、そのような機会があるのだとしたら、私は喜んで受け入れたいというふうに思います。ここで言われている裁きということ、もうそれはただイエス様の十字架によってあがなっていただいた、私たち罪ある人間が罪のないものと宣言していただける、それが福音であるというふうに言えると私は思います。先ほど私も概論でですね、少し福音っていう言葉のもともとの意味をちょっとご紹介いたしました。よくこの当時って言いますかね、古代でこの福音っていう言葉どういう場面で使われたかというと、例えば戦争があってですね、今お茶の間でと言いますか、テレビでも行方を戦争の状況なんかを見れるわけなんですけども、当時は見れないわけですね。そうすると戦場からですね、死者が勝ったか負けたかを知らせる使者が来るのをみんな待ってるわけです。そして戦場からやってきた使者が例えば広場に集まって、その知らせを聞こうとしている人々に向かって、我が軍が勝利しましたと叫ぶ、この知らせが福音なんですね。
勝利の宣言なんです。あるいはですね、ローマ帝国時代は内乱が起きていろんなごたごたがある中で、皇帝が立ってようやく丸く収まって平和が訪れましたという知らせが福音というもともとに当時の社会で使われてた使われ方なんだそうです。そうするとこの永遠の福音というのは永遠に変わることのない神様がこの世界を治めてくださり問題を解決し平和をもたらしてくださるという良い知らせなんですね。戦いはあるけれども、そう思うとですね、この神様が治めてくださるっていう、この治めるということにおいては裁きは不可欠なんですよね。日本においても日本国内でいろんな問題が起きたときに誰も裁かなかったらこれ大変な話になりますよね。今最近もちょっとこの裁きに関しての冤罪のいろんな袴田事件などが出ていて、それがどう裁かれるかっていうことがすごく注目されてたと思うんですけども、治めるっていうことにおいては裁くということは不可欠なんですね。そしてその裁きがどういう裁きなのかっていうことがすごく問題なんですけども、神様がそういう意味ではこの世界を愛と義をもって治めてくださり、正しく裁いてくださり、しかも本来なら私たち今お二人がおっしゃってくださったように神の前には戦えばいろんな誇りが出てくるですね、過去を持っている私たちなんですが、その私たちの罪すらご自分で背負って償ってくださり、許し神と共に生きる者として宣言してくださる、そのようにしてですね、神様の愛と義を両立させて、なんとか私たちを、すべての人を救おうとしてくださっているということですね。同時に今の世界の中にあるいろんな問題、人間がなかなか解決できない、特に内面の罪の問題を最終的に神様が、私は裁きの時っていうのを解決の時というふうに読み直して読んでるんですけれども、神が最終的にこの世界の問題を解決してくださる時が近づいている、そういう意味でこれは本当に福音なのかなというふうに、良い知らせなんだなというふうに思っています。ありがとうございます。この裁きというのは厳粛な時であると同時に、私たちの神に属するものに対する無罪ですね、そういうものが言い渡される時でもある、そういう意味での福音であるということですね、お話ししてくださいました。ありがとうございます。では先ほどお読みした黙示録14章の7節の方にはですね、天と地と海と水の源等を作られた方を不思議がめというフレーズがありました。神様のご命令がありました。これは創造の記念日である第7日の安息日、この礼拝に招いているですね、そういう言葉でもあると思いますけれども、この裁きの時代、この時代にですね、私たちが安息日を守るということは私たちにとってどういう意義があるでしょうか。またご自身にとってですね、安息日の祝福を実感するのは一体どういうタイミングでしょうか。分かち合っていただけると幸いです。この安息日の私たちのですね、この時代における特別な意味であったり、ご自身にとってこの安息日がこういうふうにご自身の信仰生活を後押ししているということをですね、ありましたら、お話しいただけたらと思います。では近藤先生からお願いいたします。そうですね、1週間いろいろ忙しく働いているとですね、すごくうまくいく1週間もあればですね、うまくいかない1週間もあるわけですね。かなりへこむ1週間もあるわけなんです。失敗をしたりですね、そういう中にあって毎週この安息日が訪れるということは私にとって本当に感謝なんですね。この安息日に神様が戻っておいでと言いますかね、私のところに来なさいと呼びかけてくれている時間のように感じてですね、この世界が作られて私たちも命が与えられ、私も神様から命が与えられて、今天沼教会でここに牧師として置かれて用いられている、その創造主である神様と交わる時を通してですね、いろんなことがあって自分も失敗してへこむこともあるんですけれども、改めて命が与えられた自分が神様からの作品であってですね、そしてそれぞれ神様が意図してここに置いて失敗もまた経験させてくださって育ててくれているんだっていうのを作者と向き合うことで
改めてですね、元気をいただく時間なんですね。こんな話を聞いて、アメリカの牧師さんの話を聞いてですね、ああなるほどと思ったんですけども、白人と黒人の牧師さんが仲良くてですね、お互いの教会を訪問し合ったんだそうです。で、黒人の教会、ちょっとごめんなさい長くなってしまってですね、黒人の教会の、牧師先生のところに行って礼拝を来ました。すごく長かったらしいんですよ。1時過ぎぐらいまで礼拝があったらしいんですね。説教も非常に長くて、で終わった後、友人の、牧師先生に、君とこの礼拝すごく長いねっていう話をしたら、こう答えたんだそうです。いや、ここに集まっている人たちはいろんな経験をしてきて、例えばアメリカのスラム街のようなところから来ている人もいて、1週間いろんな嫌なことをこう浴びて教会に来るんですよ。1時間以上ね、神様の祝福に浸らないと、その心の中のいろんなものは洗い流せられないんですよと言われながら答えたと言うんですけれども、本当にこの安息日礼拝に、私喋る時もあるんですが、ここで座って礼拝に集わせていただいている聖書の言葉を聞く時ですね、本当に改めて作者である神様からの言葉を受け取ってですね、元気いただいて帰れる時間として、この安息日の礼拝の時間って欠かせない、私にとってはですね、大切な時間ですね。そうですね、この安息日、その神様との交わりということも、もちろんそうですけれども、私は兄弟姉妹皆様との交わりっていうのも本当に、私の中で祝福だなというふうにも感じております。特にコロナになってから、教会に集まれなくなった後、また少しずつ集まれるようになっていった時、この時また兄弟姉妹と皆様との交わりっていうものの、この素晴らしさを感じたわけなんですけれども、この、この安息日、のこの皆様との交わりっていうのは、この天国における交わりの先取りだというふうにも思うんですけれども、この教会に皆様と共に集って、神様のことについて語り合って、また交わっていくこの時間、これを本当に大切にしていきたいというふうに私は思います。この交わりの積み重ねがやがて天国へ続いていく、その天国を目指して皆様と共に交わっていく、この交わりが私にとって本当に祝福だというふうに思います。大人になってからクリスチャンになった私にとっては、この安息日っていうこの神様が作ってくださるこのシステムですね、本当に礼拝、神様を礼拝するということの意味、また例えば11のことも含めて、なんかこうそういうふうにこう守られる経験だなと思いました。こういう習慣で時間が区切られているっていうことが、時間というある方が、こうクリスチャンじゃない方がアドベンティストのことを表現して、時間という聖女を持っているという言い方をしたんですけど、まさにこのコロナ禍のでも、私たちはそのどこにいても安息日が始まって安息日が終わるという、その時間が区切られた時間をすごく聖なる時間として持っているわけです。教会に行くことができなくても、これはもうアドベンチストであったことが、このコロナ禍でとってもこう強みだったなと思うんですね。どこにいてもこの週、このことはこう変わらないんですよね。教会に行けなくても、これがただ教会に行って帰ってくるっていう、そういう日じゃなくて、これからこの時間が神様とすごく言ってくださった時間だっていうのは、すごく祝福だと思うし、私はクリスチャンとして育ってないので、そのこういう区切られ方っていうことが、逆に私とてもその中で守られたなというふうに思われました、思うことができました。
ありがとうございます。改めて本当に安息日っていうのは私たちですね、本当に今まで考えていなかったようなですね、周りの方々がそういうふうに祝福と感じているんだということをですね、改めて考えることができるんだなと、まだ学び尽くしていないんだなということをですね、考えさせられました。ありがとうございます。まあ、実際にはですね、この今日、まあ、先ほど予例がなってしまいましたのでちょっとまとめていきたいと思うんですけれども、第一天使の使命のところまでしか今日は、触れることができませんでしたが、3人のですね、3つの大事なメッセージについて今期は扱ってまいります。で、特にですね、この三天使の使命というこの重大なですね、重要なテーマについて、中にはもしかしたらですね、少し難しいのではないか、ちょっととっつきづらいのではないかというふうにちょっとですね、心配をなさる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、今期の聖書研究ガイドのテキストはとてもですね、丁寧にまた分かりやすく解説されていますので、ぜひ皆様の日々の、学びのですね、また神様との交わりの時間として、用いていただきたいと思います。それではですね、本日の牧師部のパネルディスカッションをこれにて閉じさせていただきます。それでは黙祷を持ってこの時間を閉じましょう。はい、どうもありがとうございました。それでは閉校の賛美歌の前にもう一つご連絡があります。今期の教科の12課の暗唱聖句に訂正がありましたので、安息日学校の受付のところにそのプリントが印刷してありますので、それをまだ訂正できてない方はそちらでお受け取りください。それではテーマソングを歌いましょう。愛する神様、安息日学校の学びの時を感謝いたします。どうか私たちがあなたのことをもっと知ることができますように、迎えに来てくださるあなたのことを知りたいと思います。この学びを助けてください。またこの後捧げられます礼拝を私たちが心から捧げることができるように備えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。